あれ？ちゃんまつじゃん！何してんの？暇なら一緒にコンビニ行く？え？別のクラスに衣替え？ついにこの日が来てしまったのですね。この清少納言、改め凪子に秘められた真の力、ようやくお見せすることができそうです。新たなクラスはもちろん。え、バサか？なんで？サマーシーズントライ！ほらほら、部屋でゴロゴロしてるんじゃないよ。家でもどこでも楽しいことはいくらでもあるんだからさ、思いっきり夏を満喫しちゃおうぜ。ほら、今のあたしちゃん悪だからさ、そう簡単に言うこと聞いたりしないわけ。もしも手を貸してほしいって言うんなら。え？かき氷？ふん、あんたについていくぜ、シャンマス。あー、契約だけの関係かって言うと、それも違うし、うちら一体何なんだろうね。いや、お互い変な縁があったもんだ。まあ、ちゃんマスがもういいって言うまでは、あたしちゃんは一緒にいることにしよっかな。だけど、まあ、当分は言わないでおいてほしいかな。なんつって。ほら、どうよ。今年は水着でおっそろだぜ。これでいつでも、海が見たいの、なんて誘ってきても構わないんだぞ。なんつって、言わないか。あ、いや、待てよ。むしろ今から行っちゃうか。よし、決めた。思い立ったが吉日。ほらほら、海がうちらを呼んでるぜ。アシアドーマンは怖くないかって？まあ相当やらかしてきたもんね。ほんとしょうがねえな、羅刹王ドックロ、なんだっけ。いや、名前はともかくとしてだ。ここでも何しでかすかわかんないし、目を離さないようにしないとな。ランチに連れてくぞ！回り込め、ちゃます！おほー！どうしたん、リカッチ？めっちゃイケてんじゃん！へぇこれは何としても、夏をエンジョイしてもらわないといけませんな。よーし、暇してそうな人を集めて、みんなで街に繰り出すか！早速連絡連絡。え、ちょっと、スマホ返せよ！何も何も、小さきものは皆美しい。ああ、どうしようちゃいます。ネモネモたちが働いてるとこ、永久に見てられるわ。あたしちゃん、このドックに住もうかな。え？ダメか。ジェイジェイ、どっか遊びに行こうジェイ。大丈夫大丈夫、今日はジェットに相乗りとかしないって。むしろそう、あたしちゃんのボードに乗っていきな。いや、行けるって。そっち足掛けて。そうそう、よーし、飛ばすぜ。振り落とされんなよ。エモーショナルエンジン全開。途中でノブも拾ってくか。あれ、誰かと思えば彼女じゃん。暇してるんなら泳ぎに行こうぜ。って、なんかいつもとサイズ違くね。しゃあない、ここはお姫様抱っこで。え、それだけはやめろ。そもそもなんで抱えて運ぼうとする？だって
捕まえてないと逃げるっしょ、絶対。あ、キイちゃん、あれ貸して、小槌。好きなかき氷？甘面。削りひよこ、綺麗な器に持ってさ。え、知らないのか？甘面。うん、よしよし、そういうことなら私ちゃんが教えてあげよう。アマズラってのは、ツタの樹液を、こう、なんかどうにかして集めて、だな、なんかそんな感じのやつ。詳しいことはカオルッチに聞いといて。嫌いっていうか、子供の頃、船で海に出たことがあるんだけど、陸は目に見えて遠いし、めっちゃ揺れるし、お化け出そうだし、こんなのもう二度と乗らねえって思ったわけ。でも、今はそんなことが逆に楽しくってさ。なんか変なの。海の広さはどこまで行っても変わんないのにね。聖杯が手に入ったら、そうだな。みんなでパーッと作っちゃうか！パーティーでも開いて、最高に盛り上げちゃってさ。その声が、ずーっと遠いところにまで届いてくれたなら。いいよね。イベントの時間だこれ！などうよ、ちゃんマス。バーサーカーのナギコさんだぜ。悪そうだろ？かっこよきだろ？いつものあたしちゃんだと思ってたら、やけどするかもなんだぜ。あれ？なんか反応しょっぱくない？ふふん。優等生のちゃんマスには刺激が強かったかな。いや、ちょっと待って。その生温かい笑顔やめて。おやめろ。突然だが、あたしちゃんは芸術に目覚めた。いや、正確には、目覚めたんだが、向いてなかった。だが、あの色使いを学んで得るものがあったわけさ。極彩色で書を綴る。そう！ストリートアートだ！筆をスプレーに持ち替えて、湧き上がる琴の葉を世界に叩きつけてやるんだぜ！あ、でも大丈夫。これ時間経つと消えるやつだから。だってほら、消えないとエミュンとかすっげえ怒るじゃん。ねえ、ちゃませ。カルデアに来る前って、夏はどんな風に過ごしてた？うちらの夏はね、夏は、暑かったな。でも、夏はやっぱ夜だぜ、ちゃます。月はおぼろに、風はそよいで、涼しげな虫のね。闇の中をホタルが飛び交う光景なんて、今じゃ簡単に見れないかもしれないけどさ。代わりと言ってはなんだけど、ゴラドン100発買っておいた。夜になったら一気に火つけて遊ぼうぜ、ファイヤー。もっと、チャムステバーなんだかお疲れちゃん？やらなきゃいけないこともたくさんあるけどさ、頑張った分くらい自分を甘やかしたっていいんだぞ。そういうわけだから、ほれ、ポンポン！ちょうどナギコさんのここ、空いてますよ。いや、今さら何恥ずかしがってんだよ。いいから横になれよ。だからさ、そんな恥ずかしがってたら、こっちまで恥ずかしくなるじゃん。ああ、今年の夏も楽しかったな。などと考えてるそこのちゃんまさん！夏が終われば秋が来るとか、日曜が終われば月曜が来るとか、今からそんな先のことばっかり心配してたらダメだぞ。うちらは今も夏のど真ん中にいるんだぜ。だったらまだまだ全力で楽しまなくっちゃ。来年の、そのまた来年の夏が来たって、当分は更新できないってくらい最高の夏休みにしてやろうぜ。
ちゃんます。三着も水着選んでいいって言うから、もうキメッキメのやつ選んでみましたが。え？健康的でよろしい？はぁ、ちゃんますってばさ。ちゃんますってばよ。こういう時はちゃんと褒めとけよな。はい、変わったー。うん、ま、さすがにもうわかってるんで。いわゆるなぎこジョーク。さーてと、次はどの水着にすっかなー。激エモ番長なぎこさん、ここに参上だぜ。いやー、ちゃんますもこういうの懐かしいっしょ。当世のキレる若者といえば、やっぱ改造制服だもんな。あ、天然記念物？それ、国が保護するレベル？うわ、マジかよ。気合い入れて損しちゃったじゃん。ああ、ちら。ちゃんますが喜ぶと思ったのにな。チラチラ。え？なに？これはこれで可愛い？うはははは、そっかそっか。それなら、よし。とうとうここまで来てしまったな、ちゃんます。パーフェクトなぎこさんとなってしまった以上、ここから先は本気にならざるを得ない。というわけで、二人で一緒にクラゲの骨でも探しに行くか！どこまでも行こうぜ！キラキラのその先へ！え？朝までに帰ってこられるかって？うはははは、知らねえ！だって今のあたしちゃん、暴走行だかんな！バイブス上げぽよ。いや、だからぽよってなんだよ。ああ、割と馴染むな、このクラス。へへ、いつもあんがとね、ちゃんませ。
夏のあたしちゃんは意外と悪だぜ。危ない遊びしてみるかい？ふふ、1ターンで片付けてやんよ。うわ、きたー、華麗にピックアップ。あれ、オッケー、乗ってきた。あはぁ、これはラブイ。What's up? よし。Everybody, say! テンション糸上がりけり。派手に決めちゃおうぜ、チャンマス。へへー、ウェイ！夏は海！なんてやねん！よっしゃー、行け！エモコは、ふんばらば！せーの、ドルシー！ヘイアン、スパイラルレインボー！海まで続け、エモーショナルストリート！冴えない気分も染め上げる、千点万花のビビッとフルセンセーション！おしゃい！彼方に届け、エモーショナルストリート！夜の闇にも咲き誇る閃光版士のビビッタフルセンセーション！頼ることなく咲き渡るべし。ああ、これやっぱ無理、暑すぎ。あたしちゃんエアコン効いた部屋に帰ったら、あとはよろしくセンセーション。おやかまさんでした。やべ、これやべ、ぐえマジきびつい。ふっ、痛い。面目ない。ピエン超えてパオーン。ずっと内緒にしてたけど、実は、あ、やべ。あー、暑い。アイス食べて帰ろう。うん、帰ろうぜ。糸わらし。いや、やっぱ疲れるわ、これ。ウェイ！チャンマス、見てた？うちらの夏は、まだ始まったばかりだ！カン！オッケー、乗ってきた！華麗にピカーッ！あれ？きたー！バババババーン！よし！バババババーン！よっしゃー、いけー！ふんばら！夏は？よし！バババババーン！よし！へへー！ウィー！なってやれ！エモコ！ハンパーン！せーの！ドルシェー！テンション糸上がりけ！そのように。彼方に届け、エモーショナルストリート。夜の闇にも咲き誇る閃光版士のビビッタフルセンセーション。頼ることなく咲き渡るべし。